今や欲しいカーアイテムを代表するグッズとなったカーナビゲーションシステム。快適なドライブをサポートする頼もしい味方として急速に普及しています。また道路交通情報通信システム VIX の指導によりリアルタイムの渋滞情報表示が可能になるなど実用性はさらに高まり機能・性能なども充実してきています。カーナビゲーションシステムは単なるファッションアイテムではありません。地図の見やすさ、情報量や使いやすさはもちろん、カーナビの本質とも言うべき目的地へのルートを探して親切かつ正確に誘導してくれる検索、ルート探索、誘導、精度といった基本機能がいかに充実し実用面で優れているかが最も重要です。その上でドライブ時のさまざまな便利機能もよくチェックしておきたいポイントであり、このようなことはカタログや雑誌などではなかなか分かりにくいため、それを見極めることが大切です。そこで初めてカーナビゲーションシステムを購入するにあたってどのような点をチェックすべきなのでしょうか。カーナビ選びのコツをお教えしましょう。まず最初のチェックポイントとして地図の分かりやすさについてですが、印刷された道路地図でもそれぞれに特徴があります。カーナビでも地図のデザインにはこだわりたいものです。地図の分かりやすさはまず情報量の多さと見やすさで決まります。町名表示や建物名称が豊富に盛り込まれ見やすい形で表示されているか、例えばマップ上で文字が重なったりしないかなどもチェックしたいものです。またデザインでは実際の場所や施設を想像できるようにリアルで分かりやすく表示しているものを選びたいものです。次にリモコンの操作性をチェックしましょう。リモコンでカーソルを動かし画面から情報を選んだり地図上の思ったところにピタリと止めたりする際の使いやすさなどは、実際に使用する場所が車の中であるということを考えれば重要なポイントといえます。それではいよいよ本題に入りましょう。先ほども触れた通りカーナビの実用性を決めるポイントは大きく分けて、検索機能、自動ルート探索機能、誘導機能、精度の4つがあります。検索とは目的地やその他の呼び出したい場所を探し出す機能ですが、操作性やスピードはもちろん情報量の豊富さやどのような方法で検索できるかなどがポイントとなります。目的地が決まったら次は自動ルート探索。本当に賢く走りやすいルートを探すことができるかまず確認したいものです。そして走り出してからはいかにきめ細かく親切に誘導してくれるかということ、安心して案内してもらうためにはその質や量やタイミング、正確さなどがポイントとなります。そして精度、今自分の車がどこを走っているのか、それを正確に認識し地図上に表示することは基本中の基本です。では以上4つの機能をさらに細かく見ていくことにしましょう。そこでまず検索のポイントを説明しましょう。検索には同じ目的地を選ぶにしても様々な方法があります。例えば友人の家に行く際、その住所しか知らない場合は住所名で検索します。また駅で待ち合わせをする場合は駅名で検索し、レストランや遊園地など特定の場所に行く場合はその固有名詞で検索します。この目的地の種類や特徴、またその目的地に関して分かっている情報など
ドライバーの状況に応じていかに検索しやすくジャンル分けされているか、またその情報量が豊富であるかがポイントです。パイオニアの場合、丸ごとピンポイント検索でこのように分かりやすくジャンル分けされ、素早く目的地を呼び出すことができます。そのジャンルの詳細については虎の巻をご覧ください。ドライブに便利な場所を丸ごと押さえた頼りになる機能です。次に今話題の電話番号検索。これは電話番号から目的地を呼び出すという機能ですが、パイオニアはその数なんと約4000万件。個人宅を含む電話帳レベルの電話番号からその周辺の地図画面が呼び出せます。まさに電話帳感覚で詳細に検索できるのです。次に周辺検索。これは自分の今いる位置に近いガソリンスタンドやコンビニなどを探し出すための機能ですが、ここでのチェックポイントはただ単に近いだけでなく、その呼び出されたお店と自社位置の関係が一目でわかるかどうかということです。パイオニアの周辺検索は走行中の自社位置やカーソル位置に近い5カ所のガソリンスタンド、コンビニなどを地図上にランドマーク表示し、位置や方向まで一目でわかります。自社位置中心の場合は進行方向も考慮します。その上、銀行やガソリンスタンドのように特定のカードを使用したりする場合などにはその会社のみの周辺検索も可能なのです。地図上の寄りたいところをダイレクトに選択すれば、自動ルート探索によって分かりやすく誘導してくれます。目的地の検索が終了したなら、次は待望の自動ルート探索。チェックポイントは大きく分けて2つ。まず1つ目は、ドライバーの好みに合わせた多彩なルート探索ができること。2つ目は、実際に探索されたルートがいかに実用的であるかということです。これはカタログや雑誌広告では表面化しない盲点であり、カーナビゲーションを購入する時の重要なチェックポイントです。パイオニアの場合は幹線道路をメインとしたルートばかりを選ぶのではなく、 5.5 メートル以上の全ての道の中から実用的なルートを自動的に選び出します。もちろん VIX による渋滞情報も考慮しルートを探索します。渋滞原因ツイート追加規制片側通行5月7日10時30分からリルート まずはお任せ自動ルート探索。ボタンを押すだけで簡単に実用ルートを選んでくれます。さらにその日の気分やドライバーの好みに合わせたお好み自動ルート探索、例えば立ち寄り指定、道幅優先、高速道路回避など様々な要求に応えてくれます。また別ルートを選べばすぐに他のルートを探索。最初に選んだルートは自動的にメモリーされるので、2つのルートを比較してより良いルートをチョイスできます。パイオニアのカーナビは設定されたルートに沿って簡単にルート確認ができる新便利機能が採用されました。ワンタッチであとは道塗りされたルートを先取りしてみることができます。また経由地確認モードを使えばルートに沿って曲がり角ごとの交差点拡大図を表示するので、曲がる交差点の様子を事前にチェックすることができます。さて、ルートが設定されたところで出発。自分の車の位置が刻々と表示されます。
パイオニアは25メートルスケールという詳しい地図画面表示ができ、マップ上を自社マークが走行するので見やすく詳しい道案内ができます。だから安心して走行することができます。次に交差点拡大機能ですが、ポイントは2つ。拡大できる交差点の多さと拡大画面の見やすさです。パイオニアは拡大する交差点の数がなんと全国約40万箇所。これは全国の主要交差点はもちろん、道幅 5.5 メートル以上の交差点を全てカバーする数です。その上、通常の地図画面上にウィンドウで表示するタイプだから、画面が入れ替わったりメインの地図画面が急に消えたりしないので安心です。さらに拡大した交差点上にお店などのランドマークを表示、自分の車の動きも示され、とても分かりやすくなっています。およそ600メートル先、斜め右方向です。次に音声案内ですが、ただ単に音声で案内してくれるだけではなく、助手席に座ったナビゲーターにガイドしてもらうような感覚が理想です。パイオニアでは200種類以上の音声案内できめ細かくガイドしてくれます。その案内もスピードに応じてタイミングよく交差点までの距離と進行方向を1回目に案内した後、交差点の手前で進行方向を再び案内。まもなく斜め右方向です。交差点を通過後は次の経由地までの距離を案内するので、ドライバーは安心して頼ることができます。もちろんボタン一つでタイムリーに現状に応じた案内をしてくれます。まもなく右方向です。およそ600メートル先、有料道路出口です。さらに新ハイウェイモードの搭載により、全国レベルで接続した分岐先の高速道路案内や料金表示が可能になり、また複雑な都市高速にも対応。ビクスのビーコン使用時には、各施設までの所要時間やサービスエリア、パーキングエリアの満空情報もリアルタイムで表示します。さて、カーナビを使っていても急な寄り道や渋滞で設定されたルートから外れなくてはならないこともよくあるケースです。そんな時は改めてルート探索をしなくても、リルート機能を使えば簡単に新しいルートを再探索することができます。実はこのリルート機能にも見逃せないチェックポイントがあります。パイオニアのリルート機能はドライバーの状況に合わせて2つのモードが選べます。一つはリルートボタンを1回押せば前に設定したルートに戻れる復帰ルート探索。ルートを外れて寄り道してもすぐに対応できます。もう一つはリルートボタン2回押しで目的地までのルートを新たに探索し直す全ルート再探索。ルートから大きく外れた場合などに効果的です。これらのリルート以外にも、突然渋滞に巻き込まれた時など簡単に前方交差点からの迂回ルートを探索することができます。その上、その迂回する距離も自由に選べます。これはビクスサービスエリア以外でも威力を発揮する機能です。今自分の車がどこを走っているのか正確に認識し地図上に表示することはカーナビゲーションの基本です。その精度を支えるポイントは GPS レシーバー、ジャイロセンサー、ハイブリッドマップマッチング技術によって決まります。ところがこれは使ってみて初めてわかるポイントです。ここではパイオニアの精度に関する技術を簡単に説明しましょう。まず GPS レシーバー、耐性同時測位方式を採用し、測位とのズレを補正する位置予測フィルターなどと合わせた高性能 GPS レシーバーを搭載しています。アンテナはルーフやトランクマウント以外に車室内設置も可能で、高架や高層ビルの多い都市部での衛星受信能力にも優れています。
次にジャイロセンサーユニット、走行を重ねるごとにドライバーの癖やタイヤの摩耗や空気圧の変化を学習し、状況に応じた補正を行います。また夏冬タイヤを交換した時などは、それぞれ夏タイヤをタイヤ A モード、冬タイヤをタイヤ B モードというように別々に学習します。チェーン装着時など一時的な状況変化が起こった時は自動的に学習を中断します。また初期学習能力も抜群で、取り付け後数分で実用精度に到達します。煩わしい慣らし走行は不要です。最後にハイブリッドマップマッチング技術、処理速度と精度の両立を図った可変複数候補により、高速道路のようなシンプルな道路は候補数を少なくし、処理速度を優先。低速で複雑な市街地走行時は、瞬間最大40もの複数候補の中から最も正しいと思われる道を選択します。内部32ビット演算により演算誤差を大幅に低減、また処理の高速化も実現しました。このようにパイオニアのカーナビは、高性能 GPS レシーバー、高精度ジャイロセンサーユニット、そしてこれらを十分に活かしうる優れたハイブリッドマップマッチング技術、そのすべてを実現したトリプル精度ナビゲーションです。そして話題のビクス、ビクスにどのように対応しているかが、やはりこれからのカーナビ選びの大きなポイントといえます。ビクスに対応したハードの充実も、これからのカーナビには欠かすことができません。ビクスは道路脇や信号機に設置されたビーコンからの光や電波や FM 多重放送で送られてくる情報を受信することで、渋滞、交通規制、駐車場情報、事故状況などをリアルタイムで表示するシステムです。今年の4月より東京圏及び東名、名神高速道路などにてスタート、順次サービスの拡大が計画されています。パイオニアのカーナビはソフトと受信機でビクスのすべてに対応。受信機の種類は2つ、 FM 多重用受信機 NDF1 をベースに、電波・光共用のビーコン受信機 NDB1 も用意しています。そして NDF1、NDB1 ともに文字表示、図形表示、地図表示のすべてを表示することができます。ビーコン使用時には渋滞を考慮した自動ルート探索が可能となります。また NDF1 は見えるラジオなどの FM 文字放送も受信が可能です。これらの情報を用いて渋滞情報をより分かりやすく把握し、状況に応じて渋滞を回避しながら最適なルートを選ぶことができます。このビクスサービスの開始により、カーナビの新たな利用価値が広がったといえます。カーナビを選ぶ際、システムのバリエーションの豊富さも重要です。パイオニアは求める機能に合わせ、またあらゆる車にフィットするシステムをラインナップしています。 GPS マルチカーコンピューター ABIC G90 はジャイロセンサー内蔵のフラッグシップモデル。パイオニアの CD-ROM のソフトバリエーションを使い切る6連装タイプ。 TV-XP70 は業界最大の大画面 6.5 型ピクチャーインピクチャー機能搭載の TFT モニターテレビ。ナビとテレビを同時に見ることができ、 ABIC G90 との組み合わせがおすすめです。フィッティング感抜群のインダッシュモニターテレビ AVX-P55 とニューメインユニットの組み合わせでインダッシュを演出します。 ABIC G90 とのセットで ABIC ワールドを実現します。 1D スペースに取り付け可能なシングルタイプ ABIC G70、 ジャイロも付属、モニター取り付け場所も新提案、6.5 型大画面テレビもインダッシュに取り付け可能です。基本性能をしっかり抑えた ABIC G50、 小型化により車室内縦置きセッティングも可能。 5.5 型薄型低反射テレビ TV-X60 との組み合わせで、コストパフォーマンスに優れたシステムを構築できます。ニューコンセプトの低反射 5.6 型のテレビとカーナビが一体となった ABIC X10TV、簡単にセットアップができ、乗せ替えキットを使えば車から車への乗せ替えも可能なハイコストパフォーマンスモデルです。別売キットでグレードアップも可能。ビクス時代にジャストフィット、シングルタイプの本体にビクス FM 多重チューナーとスタイリッシュ5型テレビをセットした ABIC X55VP、 これだけで簡単にビクス対応のナビゲーションが可能です。そして業界に衝撃をもって迎え入れられたナビコンビ ABIC XA1、史上初 2D サイズにナビゲーション、テレビ、CD、FM、AM、カセット、アンプの機能を凝縮したカーエンターテイメント融合モデルです。
いずれのシステムも VIX FM 多重チューナー NDF1 との組み合わせで VIX のすべての表示レベルに対応します。さらに VIX 用ビーコン受信機 NDB1 を接続すればダイナミックルートガイダンスシステムにより渋滞を効果的に避けて目的地へナビゲーションしてくれます。ルート探索、また音声インターフェースユニット NDVC1 を組み合わせれば誰の声でも検索、ルート探索、VIX 情報の表示などが音声で行えます。対話式なので車内での操作性、安全性が向上します。駅名は原宿。地図と情報が豊富に揃ったパイオニアの CD-ROM 新登場。検索もルートもお任せの地図走行用ロードナビゲーター5、全国200メートルスケールと地域100メートルスケール詳細の2枚組。ドライブを楽しむための独自のサービス情報を満載したガイドナビゲーター。 CD-ROM で素早く検索、ガイドブックで詳細情報をじっくり確認、ガイドブックと CD-ROM をセットしたブックンディスク。その他パイオニアのカーナビにはドライブの目的別からエンターテイメントまでドライブを盛り上げてくれる便利で使いやすく楽しい内容盛りだくさんのソフトウェアがラインナップされています。 VIX の指導とともにカーナビは新しい時代を迎えようとしています。カーナビを選ぶ上でまず重要になるのは検索、ルート探索、誘導、精度といったカーナビゲーションとしての本質的な機能です。さらにドライブに便利な機能の充実や実用性、操作性なども挙げられます。そして VIX への対応力の違い、特に VIX の情報を活用して何ができるかがカーナビ選びの一つのコツと言えるでしょう。カーナビには使ってみて初めてわかるポイントがたくさんあります。したがってカタログなどのスペックで判断するだけではなく、実際に使用した時のことを想定して日常のドライブがより快適で安全なものとするために、実用性に優れたカーナビゲーションを選びたいものです。きっとパイオニアのカーナビゲーションはあなたの要求を満たしてくれるでしょう。